皆さん、こんにちは。松下です。応用会話1と2で、主に3つの文型を勉強しました。手形や内形を使う文型は、皆さんにとって少し難しいかもしれませんが、繰り返し練習してマスターしましょう。これから聞く録音は、マリーさんの夫である鈴木先生が自宅の様子について説明しているものです。今まで勉強した文型が出てきますから、注意して聞いてください。今日は、李さんが我が家に来ています。妻のマリーと一緒に餃子を作っています。マリーは餃子が好きですが、作り方は知りません。今日は、李さんが餃子の先生です。今、マリーはキャベツを切っています。李さんは皮を伸ばしています。やっぱり中国人ですから上手ですね。あ、具も皮もできました。二人は今包んでいます。マリーの餃子は少し破れています。できました。私はお腹が空いてこっそり一つ食べました。お酢も醤油もつけないで食べましたが、美味しかったです。今、マリーとリさんはビールを飲んで餃子を食べています。私はお皿を洗っています。どうですか？どれくらい聞き取れましたか？ここでは動詞の手形、います、の文型を少しだけ分析してみましょう。1、餃子を作っています。2、野菜を切っています。3、ジュースを飲んでいます。これら1から3番は動作が進行中であることを表しています。4、李さんが我が家に来ています。5、少し破れています。6、椅子に座っています。これら4から6番は結果の存続を表しています。この他に7、大学で日本語を勉強しています。专业。8、銀行で働いています。職業など専門や職業を表すこともできます。この文型で注意しなければいけないのは、知っていますの否定形です。例えば、食べていますの否定形は、食べていません。座っていますの否定形は、座っていませんです。では、知っていますの否定形は何でしょうか？答えは、知りませんです。餃子の作り方を
知っていますか？いいえ、知りません。知っていませんというのは間違いですから、注意しましょう。では、以上のポイントに注意して、もう一度録音を聞いてみましょう。今日は、李さんが我が家に来ています。妻のマリーと一緒に餃子を作っています。マリーは餃子が好きですが、作り方は知りません。今日は李さんが餃子の先生です。今、マリーはキャベツを切っています。李さんは皮を伸ばしています。やっぱり中国人ですから上手ですね。あ、具も皮もできました。二人は今包んでいます。マリーの餃子は少し破れています。できました。私はお腹が空いてこっそり一つ食べました。お酢も醤油もつけないで食べましたが、美味しかったです。今、マリーとリさんはビールを飲んで餃子を食べています。私はお皿を洗っています。どうですか？全部聞き取れましたか？最後に宿題です。皆さんの周りにいる人が何をしているのか言ってみましょう。それではまたお会いしましょう。相信自己，你能行。